はい、こんばんは、パパゲーノです。今夜も一緒に乾杯しましょう。ということでね、今日はこいつです。プレミアムモルツいただき物でね、まだ何本か残ってたんで、前回の動画でね、中杯、缶中杯を箱で買ってきたこと言いましたけどね、おかしいんだよ、その箱がね。なんかさっき見たらね、ずいぶん軽くなっててね、どういうことなんでしょうね。で、今日はですね、よいしょ、あとはすき家の牛丼、それからすき家のオクラサラダ、これでね、ちょっとまあお酒をいただいていこうかなと思います。ちょっと買ってきてね、それからお風呂に入っていたので、若干、あ、でもまだあったかいな、大丈夫だな。じゃあまあとりあえずね、とりあえず一杯の方からね。なんかまた今日も泡がいっぱいになっちゃったな。まあいいや、では皆様準備はよろしいでしょうか。乾杯。お疲れ様でした。それでまたちょうどいい具合で飲んだら、ちょうどいい具合っていうかね、なんていうかな、いい感じで飲んだらこれぐらい残るっていつものパターンですね。サラダはね、別に健康に留意してとかってそういうわけじゃないんですよ。あのね、スキヤこれ、全商グループの株主優待券をね、使って買ってきたんですけどね。全商のね、株主優待券って500円券が来るんですよ。で、その500円券が、6枚で1冊なのかな。あれ、いくらだったら、何株持ってるんだけど、300株かな。200株か300株持ってると、それが1冊来るんですけどね。で、僕500株持ってるんで、それ2冊来るんですけど、まあそれはいいや。だからとにかく500円刻みで支払いしなきゃならないんでね。牛丼並みが350円、いや、もちろん牛丼だけでもいいんですけど、そうするとなんか150円分もったないじゃないですか。でね、このオクラサラダ、これが、180円かな。だからこれとこれで530円なんで、30円払うだけでこれだけ手に入るということなんですよ。ということでこの組み合わせにしました。いつもは前はね、ずっとポテトサラダにしてたんですけど、なんかね、ポテトサラダがなくなってしまったようでね。なのでオクラサ、あ、面白いこと書いてあるよこれ。オクラ入れ忘れ注意ですって。あー、なるほどね、これトッピングなんだ。この普通のただのサラダがあって、注文があったらオクラだけ乗っけるんでしょうね。あ、そうだ。でね、ドレッシングはもらってきたんだけど、これはしまいます。というのはね、こういう大きなやつがね、空いたのが家にあるからなんですね。これトライアルのプライベートブランドのやつです。ちょ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 、もうね、いっぱいあるからじゃんじゃんかけちゃっていいんだよ。といってもね、上にばっかりかかっちゃってね、これ下になかなか染みていかないね。てか全然中の方に入った気配がないですね。それからどうしようかな。これね、お箸もね、お箸もこれは温存するつもりなんですよ。だけどこれこれね、紅生姜と七味唐辛子があるんで揚げます。よいしょ。お箸はね、これは取っといて、揚げ物とかを使う時のね、菜箸に使います。あのね、揚げ物用の菜箸は僕使い捨てにしちゃってるんですよ、割り箸を。あれね、最後にほら、なんていうか、固めるテンプルとかあるじゃないですか。で、あれで固めちゃうんで、その時にね、この箸でバーって最後使っちゃってね、それでポイっていう風なパターンが多いんでね。だからね、洗って何度も使う菜箸はちょっとね、天ぷら使いたくないんですね。あ、そうですね、またビールだね。てか、すきっ腹にビールばっかり飲んじゃね。これね、お店でね、牛丼食べるとね、ついつい紅生姜いっぱい入れちゃうんだよな。お店で食べるときはこう、少なくともこの3倍をかけちゃいますもんね。この牛肉をこう寄せてね、寄せてドバってね、のっけちゃいますね。そうか、七味も、七味はと取っといてもいいんだけど、そうだ、これも七味じゃないんだけど、このカイエンヌペッパー、これは全然終わらないんですよ。全然終わらない、こいつがあるんで、こいつを使おう。
しかもこれ辛いんですわ。あんまりかけすぎるとね、ではいただきます。あれ、すき家の牛丼うまくなった、前より。というか肉が柔らかくなった。いや、考えてみたらね、すき家の牛丼食べるの2、3ヶ月ぶりぐらいでね、なんか前よりも肉が柔らかくなったような気がする。気のせいかな。そんなに牛丼の味って変わんないですよね。なんかちょっと糸引いてると軽く引くけど、オクラだからしょうがないですよね。ちなみにね、このサラダがね、あのノーマルのサラダだと140円なんで、あの牛丼と、サラダです490円、500円いかないんですよね。追加のお金出さなくていいっていうのはあるんですけど、だけどなんか10円損した気がするんですよね。そういえばね、今日、530円だから、まあ、追加30円なんですけどね、財布の中の小銭を見たらね、なんと29円しかなかったんですよ。マジでマジで。びっくりした。車の中探せばね、どっかに小銭があったはずなんだけど、ちょっとよくわかんなかったんでね。結局1000円札出しちゃいました。でもね、牛丼じゃなくって、これトントンにすると、今度はね、トントン、あれなんですよね、あの380円なんですよね。だからね、トントンとノーマルのサラダだと、合計520円、になるんですよね。まあまあ、そんなどうでもいい話なんですけどね。なんか出てきたけど、これは玉ねぎの皮だな。よくわかんねえ。繊維っぽいから、繊維ですね、これね。玉ねぎの皮でした。この程度じゃクレームつけないからね。そう、見てと。これ。なんか口の中から出てきたもん見せちゃうのもなんだけど。これあれですね、玉ねぎの外側の硬い皮ですね。でも考えてみたら、これたまたま入ってたけど、極めて高い確率で、極めて高い精度で、この玉ねぎの硬い皮って取り除かれているんですね、あれ。これどうしてんだ、これ手作業でやってんの、それとも、機械でできるのかな。やっぱ手作業でやってたら割り合わないよな。いや、それとも案外ものすごい名人になってくると、すごい勢いで、なんだろう、1分間に30個ぐらいね、この玉ねぎの外側の皮を剥いてしまうとかって、そういうふうな技術が、得ることができるのか。でも、そのような技術を手に入れたからといって、その人が収入アップにつながりはしないよな。1分間で玉ねぎの外皮を60個剥がしてしまうという大名人とかって、だからその名人芸に対してっていうことで、その技術に敬意を表して時給5000円とかさ、そういうふうなことはないですもんね。そんなんだったら、あの非熟練労働者をね、大量に雇った方がいいんだもんな。やっぱりコモディティ化された商品ってダメですね。あのいくらこの個々人っていうかさ、あの生産者というか現場の人たちの技量をね上げていってもね、それよりも安い労働力があればそっちでいいだろうってことになっちゃうんですもんね。でもこのサラダってやっぱり利益率高いんだろうな。いや、牛丼も十分利益率高いと思うんですけど、10円ぐらいだよね、これね。20円、いっても20円とかね。あ、そういえばね、あのマクドナルドのポテトの原価もな、20円か30円ぐらいらしいですね。あの L サイズっていくらだ、270円ぐらいするんですよ、確かね。むちゃくちゃ美味しい商売だよな、とかって思うんですけど。それぐらい原価率低いとね、なんていうのかな、もう、あの、まあまあ、いや、
おかしいのこれ。さっきも言いましたけどね、牛丼のお肉が以前よりも柔らかくなったような気がします。まあ吉野家に比べるとすき家の肉の方がちょっと硬いとかってイメージがあったんだけど、切り方も細かくなったような気がするな。てかすくう場所によって違うのかな。あのすくうってあの牛丼の具が入ってる大鍋のこれでこのすくう場所って言いますかね、あとタイミング、うん、最初の方とかあとはもう最後の方だったりすると細かいのばっかり残ってるとか、そういう違いかな。ひょっとしたらちょっとよくわかんないですね。まあそれはさておきですね、今日は久しぶりに動画で米返しさせていただこうかなと思いまして、でですね、ではね、まず最初が林道初心者さん、乾杯。乾杯。焼酎ですが、今日はちくわとソーセージでした。夜は炭水化物は控えてます。笑い。サブチャンネルの穴だらけ動画も拝見しました。ですね、あちらはサブチャンネルではございません。あちらがメインチャンネルです。この動画のね、説明欄にもメインチャンネルはよろしくお願いしますって書いてありますしね、ここら辺に出てくるね、この関連動画、あれも全部メインチャンネルばかりですから、もうぜひメインチャンネルを見てくださいという感じでございます。とんでもない誤解をされていますね、まったく。それからと、加藤勝さん、ハマチって僕の小学校の頃言ってましたよ、わらわら。当時女の子にぶりっ子というのが悪口みたいな風潮になって、誰かのお父さんが釣り好きでハマチのことを教えてもらった、その誰かが広めました、わらわら。なるほど、まさか加藤さんの小学校のクラスから広まったんじゃないですか、このハマチ伝説。ハマチ伝説じゃないや、ぶりっ子ハマチ例え説。まあいいや。いや、あれなんですよ、中学生とかってもうハマチだろうがブリだろうがなんかどうでもいいですよね、はっきり言ってね。まずそもそもね、あの頃例えばお刺身とかって言ってもね、もう、マグロしか食べなかったような気がする、ほとんど。あ、イカは食べたかもしれないな。だから他なんかいろんなものとか、今いろいろとスーパーに行っても結構いろいろあるじゃないですか。だけどそんな、なかったよな、お刺身。昔はそう、お刺身って言ったらもう今真っ赤なイメージですよね。真っ赤っていうか、まあ、あのマグロの真っ赤さね。だからあのブリやハマチのこと白っぽい部分とかさ、それからイカは、まあイカ刺しは白いんだけど、でもイカ刺しもそんな食べたかな、どうなったかな。まああとしめサバとかひょっとしたら食べたかもしれないけど、まあ、だからね、まあブリとハマチの区別をつけなんていうふうなことはなかったですよね。てかそもそも中学生はもう魚なんかよりも肉だよ、肉って感じですからね。あ、でもまあこの釣り好きのお父さんって言ってましたもんね。お父さんぐらいになってくるとブリとかハマチとかね、そう好きになってくるんですよね。というか僕は未だにね、ブリとハマチの区別をつける自信がありません。だからこれはブリだって言われれば、あ、ブリかとかって納得して、これハマチだって言われれば、あ、ハマチかとかね、納得すると思います。で、ソーメンタさん、パパ地震は大丈夫でしたが、とりあえず乾杯。乾杯。初めて知ったのですが、街の野外放送であのアラーム音が流れるんです。スマホのあのアラームを消したのにどこで流れているんだって焦りました。ああ、そうなんですか。そいつは結構凶悪ですね。あのいかにも恐怖感感じるやつですよね、あれって。そういうのね、あのアラート音考えた人って確かあれじゃない、生部明の演者息子かなんかだったんじゃないかな。ちょっと待ってください。旧地震速報、アラート、生部で出てくるかな。あ、やっぱりそうですね。生部明っていうのはあのゴジラの音楽作曲した人ですね。ゴジラとメカゴジラとかってね、あれね。でこのね、緊急地震速報のあのアラートのあれを作曲したのは生部明さんのあの甥の方らしいですね。東京大学名誉教授、学者なのか。あ、そっか、工学者なんだ。確かそうなんだよね。だから人間が、なんていうのかな、違和感っていうか、不安感を感じるような音を
あえて選んだんですよね。確かね、そんな話をどっかで聞いたような気がしたんだけど、まあいいや。っていうか、それはそうか。なんていうの、それ野外放送で流しちゃってすごい自治体ですね。でそれから続き、かわいこぶりっこ、ぶりぶりぶりっこ、そうですよね。ちなみに東北でよく食すんですが、ハタハタの卵をぶりこと言います。へえ、というかぶりの卵みたいですね。ハタハタだから全然違いますよね。小肌ってなんだっけ、なんか小肌ってお寿司でよくありますよね。小肌は小肌ってちっちゃい魚か。あ、そっか、なんだか、あ、そっか、酢で締めてあるやつだ。でも、ほとんど食べたことがないので、わかりません。うん。で、本編もこれから見ます。よろしくお願いします。ね、そんな感じでございます。そんなことを言ってるうちに、ごちそうさまな感じですね。そしてビールももうおしまいだね、これね。ああ、ビールもしまいだな。ということでね、ちょうど切りもよろしいので、今回の動画はこれぐらいにしたいと思います。皆様におかれましては、良い飲みライフをお送りくださいませ。ということで、今回もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。